では今回もおいでよ動物の森、シャープ31やっていこうかなと思いますが、前回ねプライベートでいろんなことがあってちょっと気分が落ち込んでたとか言ったら俺が元気出してってコメントが来てて、いやめっちゃ心があったけーってなりました。はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。なんかやっぱネットって批判的な意見が基本的には目立つじゃないですか。なのになんか冷たいイメージがあったんですが、そういうコメントもあってめっちゃ心が温かくなりました。本当にありがとうございます。はい、俺基本的にまあこういうまあ偏見かもしんないですけど、こういう動画投稿とかしてる方って基本的にインドアで運動不足、あ、ごめん、また万太郎ちょっと対応できないわ今。基本的にインドアで運動しないと思うんですよ。はい、なので久々にねまともにストレッチして走りに行ったらもう超辛かった。本当に今日筋肉痛だしね、バッキバキに筋肉痛で笑うのも痛いんですけど、割と普通にお腹が、はい、なのでこれからは少しずつ毎朝走れるときは走ろうかなと思ってるんですけど、前回終わってからまた雪だるまガチャ集めました。はい、こんな感じで今7個ありますが、さあ早速開けてっか、さっさと。結構ね時間かかるわ本当に。これ被られるとしんどいね。まだチェックリストとか作ってないので本当に適当にやってる段階なんですけど、お、冷蔵庫、これは初っぽいね。クロックなかったと思う。雪だるま、雪だるまってあるんだ。そのまんまがあるんだな。あー、これあった気がするぞ。どうだろう。あー、かぶった。だだかぶりだ。やっぱ一個ぐらいかぶるなー。てか前はね、ほんと、前もがっつりかぶったんだけど、タンス、あったかな。タンス、うわー、マジか、二つかぶった。いてー。ま、もしかしたらクローゼットあったかな。どうだろう。これクローゼットかな。あ、これソファーかグラフィックがさ、あんま良くないじゃん、正直。だから、なんかクローゼットかなって一瞬思ったんだけど、これ置く場所が悪いな。うん、置く場所が悪いから立体感がわかんなくて、ソファーに見えないんだと思うな、これは。ソファー置きまーすと。うん、こっちの方がわかりやすいな。んで、雪だるまシリーズ、あー、そっか、黄色とかあるね、一応。なんか左が黄色なので、あ、これも左の方はいいかな。一応、風水特典みたいなの欲しいですからね。これどうなんだろう。あ、緑だから下の方がいいのかな。だよな。これは緑だよな。完全緑だと思う。そういうこと気にしだすとね、割と配置とかも固定っていうか、あんま自由には決めれないんですけど、ぶっちゃけ。うん。やっぱね、風水気にしだすとね、自分の思うように物を置けないんだよね、実際。いいね。雪だるま置いちゃおうか。どんなんだろう。あー、なんで違う？なんで自分が作る雪だるまと違う？なんか、若干形おかしない、これ。本当に雪だるまか？本当に雪なんか、これ。雪なわけないか。プラスチックとかか？てか割と一緒だね、デザイン的には。あんまり面白みはないよね、正直。うん。てか部屋が狭いからな。そんなに家具をバコバコ置けないんだけどな。あ、これが冷蔵庫か。てかデザインが、もうめちゃめちゃ似てるというかそのまんまか。使い回しだね。うん。まあ、しゃあないか。雪だるまなんで、そんなバリエーションないもんね。まあ、そこら辺は、許すとしましょう一緒だけどね。2パターンぐらいしかないか。本当に。2パターンだね。なんかもうちょっとバリエーション欲しいけど。雪だるまシリーズが、ベッド、タンス、クローゼット、チェア、ソファー、テーブル、冷蔵庫、テレビ、クロック、ランプ、雪だるま、絨毯、壁紙。ってことだから、壁紙ある、絨毯ある、雪だるまある、ランプないね。ランプない、クロックはある。クロックはあって、あとテレビがない。テレビがない。冷蔵庫ある。テーブル、ないね。テーブル、チェア、クローゼット、タンスはあるから、あと、ランプ、テレビ、チェアがないのか。あと3つか。あ、意外と、
集まってるっちゃ集まってるのかな、かぶらず。でもあとね、この3つがどんぐらい出ないかっていう問題だね、本当に。あー、これやったことあるな。これ完全前やったやつじゃん前回の動画でやったやつだな。じゃあ今回は可愛いにしとこうかな。褒めとこう。あんたマジでそう思ってんの？みるみる褒めてもダメなのか、トラコは。超びっくり、あんま驚いちゃって知恵熱出ちゃうよ。あ、でも喜んでくれたみたいだね。やっぱ乙女なんだか、乙女なんだろうな。まだゲーム内では雪が降ってるので一応この話題出していこうかなと思いますけど、皆さんどうでしたか？クリボッチでしたか？僕は圧倒的クリボッチでしたけどもはい、今年も、完全なるクリボッチでしたけど、まあ友達とというか、実況仲間とかと、まあ、通話とかはしてはいたんですけど、まあ彼女とかと一緒にいたというわけではないんで、ないので一応クリボッチかなーとか、思うんですけど、皆さんどうでした？楽しかったですか？まあこればっかりはね、もう0か100だわなまあ、0か100っていうか、もう人によって違いすぎるっていう、感じで。お、なんだい？お、久々かも、フォアグラは。あー、これも答えたことあるな。今日なんか答えたことあるやつばっかりだな。こういうのはね。あ、じゃあ、今回、また、前の時と逆にしようかな。仲良しにしてみようかな。仲良しにしてみよう。なんで万太郎くんと僕が仲良しなのさ、みるみる。君なら僕の気持ち分かると思ったのにひどいよ、みるみる。ああ、そうなるんだな。前はね、曖昧な感じにしたんですよ。結構中途半端なところで。おいおいおい、なんか喧嘩してないか、万太郎と。このペンギン誰だよ。喋りかけたことないな。あ、ちょっと後ろになっちゃった。あれ、ダルマ、名前は知ってんな。なんで名前知ってるんだろう。飛び出せて見たからかな。どうなんだろう。なんか名前は知ってる。あ、これ、喋ったことあったっけ？俺はバンカラの、バンカラ？ダルマンってもんだ。まあ、以後よろしくってことで。なんか怒ってますけどね。なんか、万太郎と喧嘩した感すごくない？これ。どうなの？向こうは怒ってて、こっちはしょんぼりしてるけどさ。お、ハッタッチじゃないか。見る見る。何も言わず、2週、あれ、そんなに喋ってなかったっけ？ひと言言ってくれれば、おいらのキャンプセットを貸してやったのにどういうことだよ。なんで俺が、2週間いなかったらキャンプ行く前提の話なんだよあ、でもオイラキャンプセットなんて持ってなかったっけ。みるみる、こいつどこまでバカなんだ。ところで今日はどうしたんだ、みるみる。お話を。ハチたち、いろんな花を植えてたらいつの間にか見たこともないのが生えててびっくりしちゃったぞ。もっといろいろ植えたら人の顔がついてるやつができちゃったりすんのかな。あ、届いてるじゃん。多分これ雪だるまかな。いや、でも雪だるまやった覚え、やってるから。ああ、やってる。オッケー。じゃあ、ランプとか、出てきてください。タンスかい！ああ、やっぱレアリティとかあんのかな。なかなか被りますな。よしよしよし。いや、もう慣れてきたね。いい感じ。だいぶ感覚つかめてきた。今まで撮影外で貯めてきたものが、えぐい個数、溜まっておりますので、今日の動画の後半は、ちょっと化石の鑑定になるかも、知れません。いや、えぐい個数溜まってます。はい。まあまあ、溜まってます。はい、こんな感じで。あと、何個か2つ3つ被ったやつ売っちゃってるんですけど、一応どれだけ被ったかっていうのを、まあ大体、統計取りたいなーって思ったので、まあ、今からじゃあ割と遅いんですけど何個か売っちゃってるからね。まあ一応、この化石をどかしたスペースに入れていこうかなって思うんで、よし行きましょう。寄贈する。いやー、これね、おいでは一個一個なんすよね。まあこれ割とこんだけあるとしんどいなって思っちゃいますね。飛び出せだとね、複数個選択して、一気に行けるんですけど。いや、だだかぶりだったね。もう重くそ。もう半分ぐらい被ってるんじゃない？いや、半分以上被ってるか。うわ、すご。次行きましょうか。よし、全部終わりましたね。いや、だいぶ、
タンスの中に溜まってたんでね、めっちゃスッキリしたね。というか、一旦持ち金全部貯金してから、なんて言うんだろう、寄贈できなかった、というか被った化石全部売ったらものすごい金額になりましたよ。これ7万、こんなにいくとは思ってなかったけど、まあまた、まだまだまだね、3つ売れるんでもうちょっと上がりますけど、よし、どんだけ終わった、まだまだかな、どう、結構終わってる。あー、でもな、なかなかね、被らずにスッとコンプリートできるとは思ってないので、結構正直ね、被って被ってすると思うので、まあまあまあ、結構ですか、もうちょいか、もうちょい言うてもね、絶対クソ被るだろうからな。まあこんな感じね。いやさ、村中にさ埋まってる化石を売るだけでこんな儲けれる村ってやばいよな、普通に考えて。なんか子供の時はさ、何の違和感も持ってなかったけど、割と大きくなってっていうか大人になってからさ、こういう子供向けのゲームするとやばいよね。おかしいことに気づく。普通じゃ絶対ありえないもんな。確かね、ローンが72万とかだったような気がするんで、今貯金額が50万ぐらいだった気がするんでね、もうちょっと貯めたら一気に返せるんですけど。よし、じゃあ早速、あ、この8万入れて50万ぐらいか。ローンが72万8000ベル。あと20万か。まあ、頑張れば、サクッと、いけるけどね。今ここに師匠いるんですけど、一度に覚えられるアクションの量が4つまでなので、てかマルチしないから、正直言って需要がないんですけど、一応、撮影会で集めたやつがこれなんですけど、悩んでるやつ、嬉しいやつ、で、落ち込むやつ、照れるやつなんですけど、この4つ以上覚えられないみたいなので、何か一つ破棄しないといけないみたいなんですよね。なかなかシビアですよね。まあ DS のソフトなんで仕方ないかなと思うんですけど、ていうかマルチできないから、ローカル以外ではできないので、あんま需要ないので、多分今後師匠の出演回数はまあ限りなく減るでしょうね、俺の動画の。なんだい、またフォアグラ君よ、なんだい、なんだい、聞いて、僕の口癖のこと。僕ね、本当は見る見るなんて言いたくないんだよ。じゃあ言わなきゃいいんじゃない？なんか他にかっこいい口癖考えてくれない？いや、見る見るはね、マキバが言ったせいでなんか流行ったんで、伝染病みたいな感じで。変えたいは変えたい、変えたいんですけど、いいのが思いつかばないな。どうしよう。もう完全に個人的な話なんですけど、最近、自分音楽ジャンルがワンオク、マイファス、ウーバーとか、まあ、そこら辺、めちゃめちゃハマっておりまして、ライブあれば行くほどなんですが、マイファスって入れようとしたんですけど、5文字なので、ワンオクにしようかなと、はい、思います。はい。これでいいでしょう。なんかいいの思いつかまなかったからさ、なんかこれぐらいって言ったらあれなんだけど、かっこいいかなーみたいな。ワンオクって言えばいいの？それでいいよ。ウーバーはね、ウーバーでもいいかなって思ったんだけど、英語、英字が打てないので、ワンオクか、困ったね。僕、またかっこよくなっちゃう。まあ、否定はできないな。